前々回の動画で保護猫カフェに行きました。50匹を超える猫ちゃんの中から女の子の子を1人お試しトライアルをすることに。そして前回の動画で裏もちゃ系やってきたエメちゃん、いろいろありましたが、一番驚いたのはクロちゃんが珍しくシャーと言ったことです。果たして今回どうなるのか、ご覧ください。どうぞ。エメちゃんおいで。おはよう。こんなコードがいっぱいあるとこ行って。おはよう。うん、おはよう。水とか飲んでないやない。ちょっと向こう行こうや。ね。うん。なんかちっちゃい声でいいよ。お風呂入ろうか。ちょっとね、匂いがね、みんな気になっとると思うよね。風呂入ろう。今日。うん。ちょっといい匂いだろ。ちょっとなんか野生だなっちゅうな。いろんな猫ちゃんの匂いがついてるけね。多分クロちゃんも怒ったんよね。お風呂入りました。いつも風呂のシーン作るんですけども、一瞬で終わらせたかったので、GoPro をつけておりませんでした。すごいニャー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 言ったんですけど、じっとして暴れなくていい子でした。で一応ね、今日朝になったので、みんなもね、2階にあげないと、カールが怒るかもしれんき。シャー言わんでんね。匂いがね、多分昨日嫌やったと思うよね。じゃあもう来た。あ、シンバ初めてかな。そうか。シンバと同級生。カールが一番ってね、大丈夫よ。先住猫をね、こういう時にね、こたってたらね、絶対いけないので。先住猫一番にしないと、パールが、エメちゃんいじめたりとかするかもしれない。はい、パール。はい、はい。しま、ほい。クロちゃんがね、シャーって言うのは今までなかったんや。カメラ見た時に、なんか匂った後シャーって言って、やっぱね、匂いとか関係あるんじゃないかなと思うよね。今までそんなのなかったし。でエメちゃんもそんななんか攻撃とかもしてないし、だからシャンプーしてね、とりあえずいろんな猫ちゃんの匂いを一旦リセット。50匹ぐらいいたからね、体にねすごいね、もう猫ちゃん臭が強めのねしてたので。ラピスはこんね、シンバの時と一緒や。ラピスは一番最後かな、仲良くなるのは。甘えん坊さんや。シンバみたいだね。でもね、シンバも結構落ち着きました。シンバ大丈夫な気がするんやけど。終了。はい、シンバいい？行きますよ。はい。シンバ。怖かったら出ないでもいいよ。出るんかーい。大丈夫よ、シンバ。シンバ、同級生やけね、女の子。優しくしてあげてね。クロちゃんはなんかやっぱり、女の子あんまり好きじゃないかな。大丈夫。ほら、シンバくん。シャーシと、シンバは言わん。うん。あ、偉い。シンバが距離取ってあげた。すごい。シンバが成長しとる。すごい。昔のクロちゃんのように。昔はシンバがシャーシャーやってクロちゃんがこうやって距離を取ってあげたけど。今いきなりね、シンバくんがガーって近づいて、これです。でもクロちゃんは距離を取ってあげています。ほら、優しい。シンバが距離取ってあげるよ。いい子やね。シンバ実はお兄ちゃんできるんや。おい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 。今ね、ちょうど12時ぴったりですね。1、2、この夜、この夜。シンバ行った。ほら、もう慣れた。シンバ。シンバ、ほんといい子やね。うん。おぉ。びっくりした。何何何？かっこいいとこ見せよる。どう？かっこいい？ああ、エミちゃん。おいで。はい。可愛い女の子やけ、やっぱりね、かっこいいとこ見せたいんよね、シンバね。もっとかっこつけよう。もっと見て。エミちゃん、おいで。大丈夫。ここったら安全やけ。ね。ふみふみが好きなんよね、すごい。なんかいっぱいこねてくれます。足ピーン。まだね、ドライフード食べないんで、おやつあげました、さっき。ピューレを。
でお水もね全くまだ飲んでくれないんですよ。いろいろ器であげてもまだうんちとかもしてないよね。アピールしてます。メミちゃん落ち着いたね、すごい。クロちゃん、クロちゃん、クロちゃん珍しいよね。クロちゃんがシャーって、あら、やってきた。パールも、パールはなんかそんなにね、なんか興味ないのか、あんまりいかんね。ラピスがね、もうすごかった。エミちゃん触った手でラピスって言ったら、もうラピスシャーってして、あの動画には映ってないんですけど、私の手をね、ペシンペシンペシンって殴ってきて、めっちゃラピスに嫌われております今。我慢した。すごい。すごい。気になるよね。はい、というわけでね、今一人になりましたエミちゃん。みんなはねちょっと下に行ってもらって、まずはこの部屋をね隅々まで知ってもらおうと思って、ほら早速冒険が始まりました。何でしょう。どうした。それクロちゃんのステッカーです。あの猫ちゃんじゃないよそれ、ニトル。まあクロちゃんやけど、自動トイレと別でこういうトイレ設置したんですけど、まだトイレしてないんですよ。上手やね。おはよう。おはよう。クロティンもおはよう。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 おい。今会社に。もうだいぶ部屋の中ぐるぐるいっぱいね、歩き回るようになりました。もう多分家には慣れたから早いね。トイレも覚えて。あとは今日もう一日だけ一人でここを動いてもらって、あと水とかね、ドライフードの方もね食べてほしいので、ラモチャお手製のねドライフードミックス、ツナ&ピューレのいろんなミックスのやつはねちょっと食べてくれたんですけど、さっきもね下にいたんですけどもね、1階でみんな仲良くしておりました。これは完全にうんちです。刺さってます。風呂に今入ってね、今からちょっとね整骨院行かないといけないんですけど、すごいなんかちょっと匂ったと思ったら、おお頑張った、すごいね、おいちゃんとうんちできたんや、頑張ってうんちしたんやね。うん、疲れ、今帰ってきました。しんば、お来た、ラピ、おいで。お、よ。お、よ。丁寧に、よ。本当に猫か。もっとぴょんぴょんぴょんっていかんの。よ、よ、よ。にゃって、にゃって。シャーする？あ、やだ、やって。なんかシンバが一番早くエメちゃんと仲良くなりそうやな。ちょっと一回2回行こうかね。ちょっと待っとってね。ゆめちゃん。おった。あお。ただいま。初めてのお留守番どうやった？ちょくちょくね、見守りカメラ見よったんやけど、ずっと寝とったっぽいよね。いい子にお留守番できました。素晴らしい。あ、食べとるやん。ウェットの部分だけ。ドライフード食べてません。え、なんていう声。ゆめちゃんなんか体伸ばすときにあーって声出るんよね。あー、あー。ほらほらほら、伸びたときにあーって声が出る。人間が背伸びしたときにあーって言うやん。それやね。
なんか横になったら乗ってきました。ベッド見つけたみたい。ふみふみ、おお上手上手。もうマッサージ上手。